Sorry about this, folks. Not much I can do with stupid servers. Well, stupid. Oh, 1 second, folks. Right, sorry about that. Let's madness on the road, shall we? いらっしゃいませ。お客様。いらっしゃいませ。助けを求めてるように見えますが、助けを求めてるように見えますが、当社員店長、さりげなくフォローします。 いらっしゃいませ。かわいい。ようこそ。また来たご社員。お願いします。助けを求めてるように見えますが、当社員店長、さりげなくフォローします。お待たせしました。ウッピーさんやないか。お願いします。助けを求めてるように見えますが、 店長も女の子をしっかり支えてくれています。お願いします。お会計ですね。延長や。ご延長ありがとうございます。1分経過。ここからどう動いてくるのか。助けを求めてるように見えますが、当社員店長、さりげなくフォローします。 会計ですね。
God damn it, little shit. ますが、当社員店長さりげなくフォローします。いらっしゃいませ。宮城が客。いらっしゃいませ。最高や。最高やな。助けを求めてるように見えますが。 当社員店長さりげなくフォローします。当社員フィーバータイムだ。皆様今宵は騒ぎましょう。騒ぎましょう。2分経過。最後まで油断はできないぞ。いらっしゃいませ。 助けを求めてるように見えますが、いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。店長も女の子をしっかり支えてくれています。 お会計ですね。また来てな。お待たせ。かわいいな。いらっしゃいませ。いいね、いいね。もうダメです。お願いします。お会計ですね。
Victory. All the levels. Yoink. Good chunk of change. I'm about to get a new platinum hostess as well. Me. Interesting. Let's grab a save.
else she wanted. Subquest thing. It's one of those. Relax, relax. Oi, doしたんだ? Yeah, 初めてキリュウさんと二人きりでお食事じゃないですか? 緊張しちゃって。 Oi, oi. 俺は同じ店の仲間だぜ。 緊張してどうするんだ? すみません。分かってはいるんですけど、実は私結構人見知りで、ユキさんとか他の人がいれば大丈夫なんですけど、二人きりで話すとなると固くなっちゃうんですよね。もしかして初めての客に対してもそんな感じなのか？はい。打ち解けた人には全然普通に話せるんですけど。 よくそれでキャバ嬢をやれているな。自分でもそう思います。はあ、どうすれば緊張しなくて済みますかね。それを自分の個性にしてしまえばいい。え？どういうことですか？ 緊張してしまうのも小雪の特徴だと思って、前向きに捉えるってことだ。変に直そう直そうと意識するから、余計に緊張しちまってるのかもしれねえぜ。なるほど。でも人見知りみたいな欠点、個性になりうるんですかね。客の好みはそれぞれだ。緊張している初々しいキャストが好きな連中も多いはずだぜ。 キリュウさん、ありがとうございます。私ちょっと前向きに頑張ってみよっと。ああ、期待してるぜ。なんか緊張もほぐれてきた気がします。さすがキリュウ店長ですね。一生ついていきます。調子のいいやつだぜ。しかし人見知りといい、 小雪はまだまだキャバ嬢として成長しなきゃいけないな。そうですね。本当、まだまだひよっこですよ。お客さんとの話題が思いつかずに黙っちゃうようなこともありますしね。話題か。お前の趣味の話でもすればいいんじゃないのか？趣味？ 私の趣味の話をすればいいんですか？ああ、客は小雪のことが知りたいはずだからな。何かないのか？例えばショッピングとか。私、家が貧乏でまだお金もないので買い物はあんまり。趣味、趣味。あっ！何かあったか？はい、私の趣味はユキさんですね。 どういうことだ？ユキさんを観察したり、ユキさんの写真を撮ったり、その写真を眺めたりするのが好きなんです。だから強いて言うなら、それが趣味だなって。小雪、お前、その写真興味があるな。え？ キリュウ様ですか？やった！雪友ができました！で、その写真ってのは、どんな写真があるんだ？いろいろありますよ。普通の顔から、寝顔から、あんなものやこんなものまで！
あんなものや、こんなもの。は、もしかして桐生さん、エッチな写真とか想像してます？え、いや、そんなわけないだろ。怪しいですね。でも安心してください。そんな写真はないですから。健全なものばかりです。そうか。桐生さん、やっぱりショットがっかりしてません？ 雪が、キャバ嬢になろうと思った理由は何なんだ？やはり、雪の影響か？そうですね。雪さんに憧れたからです。実は私、大学に通ってるんですけど。ほう、そうなのか。はい。でも、結構学費が高いんで、とあるスナックでアルバイトをすることにしたんです。そしたら、そこにある日、 伝説のキャバ嬢と呼ばれる女性がのみにやってきて、それがユキだったのか。はい、ユキさん、すごく綺麗で輝いてた。こんなに綺麗な人いるんだって思いました。でも話すと気さくな変な人で、そんなユキさんに私は一目惚れしたんです。あの人と一緒に働きたい、あの人みたいになりたい、 そういう思いで、次の日にはユキさんのいるお店の門を叩いていました。ふーん、そうだったのか。でも、この仕事をすればするほど、ユキさんの偉大さと自分のしょぼさが身に染みて、はあ、私みたいなチンチクリンがユキさんみたいになりたいなんておこがましいですよね。 何も雪を目標にしなくても、もっと高いレベルを目指した方がいいんじゃないか。もっと高いレベルって、桐生さん、雪さんを舐めてるでしょう。雪さんは伝説のキャバ嬢だったんですよ。それこそ日本一、世界一のキャバ嬢です。あの人より高い目標なんてありませんよ。むしろ目標としては高すぎです。 そうか、すまんすまん。もう、桐生さんたら。私のことはボロクソ言ってもいいですけど、ユキさんの悪口は許しませんからね。わかった。これからは小雪だけボロクソに言おう。え、それはそれで嫌だな。適度に褒めたりしてくださいね。しかし、 小雪が現役学生だったとはな。大学はちゃんと通ってるのか？はい、単位はもうほぼ全部取っちゃったんで、最近はほとんど行ってないんですけどね。でも学費が高くて、今も生活には結構苦労してるんです。そうなのか。フォーシャインのエースなんだから、それでも少しは潤ってると思ったんだが。実は、 自分の学費の支払いの他に弟たちの学費と生活費も工面してるんですよ。だからどうしても残る金額は少なくなっちゃうんで、あまり贅沢はしませんね。小雪、偉いな。そんなことないですよ、普通です。これくらいのことしてる子他にもたくさんいるし、 それに私は幸せですよ。家族の仲もいいし、学校も通えて、職場にも恵まれてるんですから。そう言ってもらえるとこちらも嬉しいな。いろいろあると思うが、よろしく頼むぜ。はい、こちらこそよろしくお願いしますね、店長。 I wonder if I can redo that.
Yeah, I'm gonna redo that. I wonder if it skipped the next question or if it'll skip the whole thing. Relax, relax. I'm gonna try it. それを自分の個性にしてしまえばいい。え？どういうことですか？緊張してしまうのも小雪の特徴だと思って。前向きに捉える。I've got to wait for it to level up. 変に直す、そう直そうと意識するから余計に緊張しちまってるのかもしれねえぜ。なるほど。でも人見知りみたいな欠点、個性になりうるんですかね。客の好みはそれぞれだ。緊張しているウイウイしいキャストが好きな連中も多いはずだぜ。キリュウさん。ありがとうございます。私、ちょっと前向きに頑張ってみよっと。ああ、期待してるぜ。なんか緊張もほぐれてきた気がします。さすが桐生店長ですね。一生ついていきます。調子のいいやつだぜ。しかし。本当に雪が好きなんだな。はい、大好きです。なんせ私の目標であり憧れですから。少しでも近づけるように細かいところまで観察して吸収したいって気持ちもあるんです。なるほど、勉強も兼ねているというわけか。いつか雪みたいになれるように頑張れよ。はい、ありがとうございます。小雪がキャバ嬢になろうと思った理由は何なんだ？すべては小雪次第じゃないか？私次第？ああ、雪は伝説のキャバ嬢と呼ばれた女だ。小雪が目指しているのはそれだけ高い目標ってことだ。当然今のお前では難しい。だがこれからの頑張り次第では可能性は出てくる。キリュウさん、どんなプロも最初は素人からスタートしたんだ。地道に頑張り続ければ夢はつかめると俺は思うぜ。私次第、やっぱり諦めちゃダメってことですよね。不器用かもしれないけどコツコツ頑張って、きっとユキさんみたいな素敵な人になってみせます。キリュウさん、見ててくださいね。ああ、楽しみにしてるぜ。しかし小雪が現役学生だったとはな。大学はちゃんと、偉いな。そんなことないですよ、普通です。これくらいのことしてる子他にもたくさんいるし、それに私は幸せですよ。家族の仲もいいし、学校も通えて職場にも恵まれてるんですから。そう言ってもらえるとこちらも嬉しいな。
いろいろあると思うが、よろしく頼むぜ。はい、こちらこそよろしくお願いしますね、店長。Wonder what level she'll power level up to now. Two extra levels, cool. We'll save that. Oh, cutscene. Not yay. Kiryu knows. His wallet's gonna be incredibly light. しろよ。今日は決起集会と新人歓迎会だろ。カーナが新しく入ってきたんだからな。それと店長としてキリュウさんもね。皆さん、これからよろしくお願いします。じゃあキリュウさんにカナちゃんと戦力が増えましたし、お二人ともよろしくお願いしますね。ああ、よろしくお願いします。カナちゃんって年いくつ？どうなんだ？二十歳です。やっとお酒飲めるようになりまして。あ、私より若い。私21など。あ、じゃあお姉さんですね。お姉さん。初めて言われたかも。いい響き。わかるぜ。キリュウさんっておいくつなんですか？俺は38だ。あ、年下なんだ。へえ。ん？ゆき姉さん、妙な気使ってくれなくて大丈夫ですから。若くないのは本当ですし。そんなことねえよ。え、she's older than Kiryu。想定盛りにはよく来るの？いえ、この大会で初めて来たんです。新幹線に乗ったのも初めてで、ちょっとテンションが上がっちゃいました。車内販売とかいろいろ買っちゃうよね。わかるぜ。私、新幹線って乗ったことないのよ。そうなんですか？じゃあ今度の社員旅行はみんなで新幹線に乗りましょうよ。どこに行くの？東京とか。それもいいわね。経費で落ちないから各自負担になるけど。せちがらいです。私、繁華街とかほとんど行ったことないからちょっと緊張します。蒼天堀も初めてなんだもんね。人混みに慣れてないならナンパには気をつけるんだよ。確かにな。かなちゃん可愛いから声かけられやすそうだしね。そう
ことは強引な生野郎が来たらすぐに俺を呼べ、助けに行くぞ。お、キリュウさん頼もしい。じゃあその時はよろしくお願いします。とは言っても私ナンパってされたことないんですよね。小雪ちゃんナンパされたいの？どうなんだ。いや全然、ぐいぐいナンパしてくるような男の人とか苦手ですし。でもやっぱり女としてはナンパされる程度の魅力は欲しいっていうか。そうなんだ、複雑なのね。なるほどな。まあ俺もよく街でぐいぐい来る男どもに声をかけられるが、確かに気持ちのいいもんじゃねえな。キリュウさんのとはまた違う気がしますが。ま、それもそうだ。あ、もうこんな時間。縁も竹縄ですね。そうだな。じゃあキリュウさん、最後を締めてもらってもいいですか？ああ、わかった。みんな、これからも営業頑張ろうな。はい。神崎なんてやっつけてやるんだから。私を手放したことを後悔させてあげますよ。みんな頼もしい。私もオーナーとして頑張らなきゃ。じゃあ最後は一本締めでお開きにするぞ。よー。待ったす。20. Give her a boost to level 6 already, that's not bad. Hi. Save after that as well, so I have to sit through that shit again. Now, if I understand correctly and remember rightly, I can now go partner with more shops. Although I don't know where they will be. Doesn't show you on the map. What was the side quest over here? Have to set up a minute, folks. Well, as I have to go running around finding these places to partner with, I suppose might as well go and have a gander, I guess. Go a long way around. Oh, the shop. Sure. Oh, this place as well. Well, I'm fighting fools. What, bloody invitation or what?
決めてろ。To call the money.Now. Oh, there's another one. Sorry. Goes up to my sunblock. That's a doctor, apparently. For the whatchacallit, but whatever. Can't open that. Shucks. Nothing in there. Alright, let's proceed. Some more fools want to step up. Go back down then, stairs fool. That's what you get, you little shit. Oh, hello. Would appear I didn't come down here before. What's the dealio with this place? Oh! Okay. Some sort of underground casino. No more keys in here? Fair enough. God damn it, get up, Kiryu, you bloody idiot. Fools. Did they really think they could stand up to me? Dumbasses. Welcome aboard. Okay, welcome aboard, I guess.
coffee in a second because I want to see if there's a package to pick up or any keys or what have you. Be mentioned anywhere. Come back in break for recovery. Ah, that could come in handy. About the shop. See if I can get another one. Keep doing it until it tells me I don't get any more. Kamaki knockback, an evolution of the Kamaki parry. Parry enemies and leave them off and retire, that could be interesting. Alright. Okay, so that's that done for now. Basically what it's saying. Good. So I went that way last time, so I need to go this way now. Blended into the floor. Oops. That's why I can't see it. Oh, there's another one.
save, because this looks like where the side quest is. Alright, so what's the deal? Oi! Oh. Just throwing, huh? I can do that. Easy peasy. Wrecked. Yeah. What? Yeah. Yeah. Fair enough. That's where I need to go. This way. Oh, this place. With this guitar guy. Great.
view. Alright, it's another guy. Let me just check. So Iwamitsu and Kamara Soba. Must have missed them somewhere. What's that one done? So now I just need to finish. I think it's Tsuburaya. Let's check. Oh, Gankosuke and Tsuburaya. Sushi then. Be easier. Now, just to finish Tsuburaya, which is this one. いらっしゃいませ。 60
So I'd need 140 to get next in. Umaida. Sa iku ka. Arigatou gozaimasu. Ho-ho. Well, I'll have to do it. Irasshaimase. Get the extra XP, because why not? Kimi doze. Sa iku ka. Arigatou gozaimashita. Complete. Just digestion. I'll get that one actually, so that when I do eat food again, I'll gain more XP for it. Right, so now I need to go to the drugstore to get a replacement for my stuff I just used. If they sell them. Which they do. ありがとうございました。 Step up. Oh god, Bruce Lee, what are you doing? Grab the bat, Brett. Thank you. Right. I wonder if I can go in here. No. Right, so now I need to go down here. Actually, well, here. Yeah. Open this. Technique tool, not coming out of here. And the saber. Metric pot. Toughness easy. So there's only four more keys to be found here. See if there's any shops down here.
to work with. I'm guessing not. Delinquents, huh? Yeah, we're having that. Yep, thanks. Saved your ass. Get out of here, fool. Somewhere I've missed the shop. Two shops, should I say. Oh, there's one. And I just need one more. One second. Goddamn sneezing. It's a curse, folks. A curse, I tell you. Wanna fight me? Alright. Hit Shrek Bull. Come on then. Ah, here it is. Cool, so that's that done. Just check. Yep. Can't do these yet. So I've got a starting bunch of fans for that now. Let's get back around. Yeah.
ばらく寝てろ。そうです。I know what I'll do. We'll go up here. Let's just sniff first. Just in case I go in and I get dragged into something. Make sure there's no side quests that I'm missing. Don't look like it. Let's go have a look-see. First, I think. Somebody say I'm the girl with a drink and not for once. Every man seems so happy to see me good. Do I look nicely enough? I got drink. Hey guys, for now. Oh, did I do that? Dead. Turn it out.
do for her. Let's wash some cash. Probably won't get anywhere. So it'll do one more. Nobody robbed. Alright, fine. Give it a go. Get some experience. What you have to do? も女の子をしっかり支えてくれています。失礼します。 お会計ですね。助けを求めてるように見えますが、ありがとうございました。どうもです。かわいいな。いらっしゃいますね。お客様、お会計ですね。最高やな。
ようこそ楽しく行こうしようありがとうお会計ですねここで2分が経過お待たせしましたいいねいいねそうしゃいお会計ですね50万円突破ね、いらっしゃいませかわいいや何かお待たせしましためっちゃタイプやお願いします助けを求めてるように見えますが店長も女の子をしっかり支えてくれていますようこそどうしたらいいかそうしたらいいかフィーバータイムだ皆様今宵は騒ぎましょういらっしゃいませ残り時間はあとわずかお会計ですねフォーシャイン売り上げが100万円突破だようこそフォーシャイン盛り上がってきたわ盛り上がりましたかわいいお金持ちな方がご来店行くぜパーティーはこれからだありがとうございます楽しいですねフォーシャイン最高ここでタイムアップだJump to the second spot with the first girl. Just shy of level 12.Lot. Two more watch cards. Let me just check some folks. Right, folks, I'm going to call it there for today. Got quite a bit more done, you know, some more side quests and all this kind of stuff. We'll pick up from where we left off last time with some more of this cabaret club nonsense next time. And possibly some Majima Construction Company thing, whatever the hell they call that.But yeah, so thanks for hanging out for those that have. And if you haven't already followed, then would greatly appreciate it if you do. It helps me out a lot.
But other than that, folks, that's all for today. It's been fun as always. But I'll catch you all next time, folks. Take care.